今回のクローズアップ宮崎、テーマはこちらです。今回はいざ開幕国分祭芸文祭2020と題してお送りします。はい、いよいよ7月3日から開催されますね、はい、宮崎をアピールする絶好の機会ですね。そうですよね、県内各地でおよそ140種のプログラムが実施されます。今回は国分祭芸文祭のプログラムの中から学生とプロがコラボしたプロジェクトや独創的な表現力が心を打つ障害者アートの世界をご紹介します。それでは参りましょう。いざ開幕国分祭芸文祭2020、国分祭芸文祭を宮崎県も一緒に盛り上げますよ。どうぞ。わあ、むーちゃんかわいいね。いつもとちょっと違うけど、これって国分祭芸文祭仕様なの？そうなんです。こちらはアマテラス大神をイメージした神話むーちゃんなんです。ということは、かーくん、ひーくんも？そうなんです。宮崎国際音楽祭をイメージした音楽祭ひーくん、和歌山牧水をイメージした牧水かーくんも人気ですよ。国分祭芸文祭のプログラムによっては、さまざまなコスチュームを身にまとった宮崎県が登場するものもあります。ぜひ会場で見つけてみてくださいね。ところで河野さん、国分祭芸文祭の見どころを教えてください。山の幸、海の幸、いざ神話の源流へをキャッチフレーズに本県で初めて開催されます。会期中は本県における長い文化的な営みの中で育んできた4つの文化それぞれに焦点を当てたフォーカスプログラムや、障害のある方が主役のプログラム、全26市町村でそれぞれの地域の特色を生かしたプログラムなどを、140の多彩なプログラムを実施します。続いてやってきたのが宮崎市にある宮崎観光ホテルです。西館2階にあるのが一目一掃、食の宝庫宮崎の山の幸、海の幸を豊富に取り揃えたレストランです。ご覧ください。こちらね、美味しそうな料理がずらりと並んでいますが、実はこれ新しい郷土料理なんですね。どれも美味しそうですね。こちらの料理、南九州大学の学生が考案した宮崎の郷土料理レシピをもとに、一目一掃の料理人が作り上げたオリジナル料理なんです。南九州大学の山内准教授、そして宮崎観光ホテルの黒木マネージャーにお話を伺います。まず山内さん、はい、このプロジェクトはどういった意図で開始されたんですか？宮崎県で国分祭、それから芸文祭が開催されるということで、宮崎の食文化の素晴らしさを広く全国に発信しようという目的のもとに、郷土料理に取り組むようになりました。では黒木マネージャー、お料理の紹介をしていただいてもよろしいですか？はい、国分祭芸文祭の12種類のメニューを提供させて、その中でも特に人気の3種類のメニューをご用意させていただきました。夏バテで食欲が湧かない時に、トマトの風味があるだしを使用したほんのり酸味のあるトマト冷や汁です。続いてはこんがりと揚げたガネのさつまいもと人参の食感がよく、タレで絡めた牛肉との相性も美味しくいただけるガネバーガーです。私は納豆腐の磯辺肉巻きをいただきました。いただきます。うん、もう海苔の風味とこのお豆腐の食感がいいですね。そしてこの納豆腐を使ってるので、野菜もしっかり取れるっていうのが嬉しいですよね。納豆腐をお肉で巻いているので、野菜が嫌いな人でも食べやすいと思います。海苔で巻くことによってミネラルをたくさん摂取できると思います。山内さん、学生の皆さんはこのレシピを考えるにあたってどんなところに苦労されていましたか？そうですね、先ほど説明のありましたトマトの冷や汁ですけども、トマトの酸味や旨味をどうこう引き出していくか、そしてその、引き出したものをですね、元来の冷や汁の味とどう融合させるかということに、苦慮していたようでしたね。学生のレシピをもとに料理を完成させたのが、和食チーフの川島さん、洋食チーフの磯野さんです。私たちではちょっと考えつかないような、ちょっと酸っぱい酸味だったりとか、まあ、本当栄養士の視点から見てるんで、しっかりしたものができてると思うんで、まあ、食べてみてもらったら分かると思います。
考案したレシピが完成した時、学生さんたちの様子はいかがでした？自分たちが考案したレシピがプロの料理人の方々の手によって再現される、そしてまたそれを多くの方々に食べていただけるということにとても感激しておりました。学生とコラボした料理、お客さんの評判も気になるところです。お客さんの反応は上々で、かなり評判も良く、はい、もうそちらの方、学生さんのメニューを狙って取っていくような形でやられますね。大学生とプロの料理人がタッグを組んで完成したオリジナルの郷土料理は、7月31日まで宮崎観光ホテルの一目一掃で味わうことができます。クレパスで鮮やかに描かれた作品、特徴的な配色、線のニュアンスが見る人に深い印象を残します。これは宮崎在住のあるアーティストの作品です。吉村町にやってきました。こちらに今大注目のアーティストがいらっしゃるそうです。早速行ってみましょう。お邪魔したのが長曽壁徹さんの自宅。ここに週に一度通ってくるのが中竹卓さん。先ほどの作品を手掛けたアーティストです。徹さんは元中学の美術教師で、当時特別支援学級の担任も兼ねていました。その教え子が卓さんだったのです。徹さんは卓さんの描いた絵を一目見て大きな衝撃を受けました。描くものを描こうとするときに瞬時にこう捉えて、そしてすぐ描き始めるんですけど、大胆っていうのか、まあ、予想を裏切るような描き方で描いていくのがスリリングで魅力的です。卓さんは現在アートステーションどんこ屋に通い、創作活動を続けています。この施設は1994年障害のある人たちが芸術文化活動を行う団体として誕生しました。ここでの創作活動が評価され、卓さんの作品はポストカード、名刺、スマホケース、ポスターなど数多くの企業に採用されています。表現とは何なのかっていうことをこう問うてくるようなところがあるところかなと思います。まあ、生きていることの豊かさとか、まあ、不思議さとか、そういうものをこうダイレクトに通ってくる、そういうところがあるような気がします。卓さんの才能に惚れ込んだ徹さん、少しでも役に立ちたいと卒業後も自宅を開放、卓さんの創作活動を支援しています。卓くんの絵の世界は、まあ、卓くんの生活そのものなので、まあ、彼が宮崎市の街の中を、まあ、一人で歩いていろんな人と出会ったり、まあ、触れ合ったりできるといいなと思います。まあ、社会がまあそうなってもらえるといいなと思っているところです。これからも2人で作り上げる独自の世界観に注目ですね。7月2日から県立美術館県民ギャラリーで開催される日向の真ん中で全国障害者アート作品展で、卓さんの作品は展示されます。宮崎県内だけでなく、県外そして国外からおよそ550点もの作品が集まり、独創的な表現力、芸術性豊かな世界をお楽しみいただけます。皆さんも肌で感じてみてはいかがですか？学生さんが考案した郷土料理レシピ、美味しそうでしたね。そうですよね。学生さんたちのメニューはプロの方では考えつかないような斬新なものばかりだったということで、プロのシェフたちも絶賛しておりました。そして中竹卓さんのアートも本当に素敵でしたね。そうですよね。卓さんは対象を捉えて迷いなく描かれるので、その姿にアーティストの凄さを感じました。以上、クローズアップ宮崎でした。